ルイペンギン始まります。みなさんこんばんは、ルイです。はい、ルイの夜更かし日記、はい、デイ3月21日月曜日、祭日の連休の最後の日ですね。やっとですよ、やっとやっと私がこうしてね、今このカメラ向けたの久しぶりよ。もう本当にもう私の聞いて、もう今日私の聞いてっていう話なんだけど、もう本当つらかったの。もう本当にね、つらかったの、まあ、精神的な面ももちろんあったんだけど、それにプラスね、いつものね、逆流性食道炎と機能性ディスペプシアっていう病気持ってるんですけど、それとそれにプラスね、それがちょっと収まってるかなっていう時に、実はですね、コロナワクチン3回目を打ったんですよ。土曜日に、土曜日っていうと19日ですね、19日に打ったんですよ。それがまた追い打ちをかけるように私をいじめまくりましてですね、あ、ほりゃあ、つらいつらい、もうほんとつらかったです。はい。まあ、つらいつらいって言うとね、みんなに申し訳ないから、みんなもつらいからさ、みんなつらいつらいってあまり言いたくないんだけど、うん、ほんとの大変な日々でした。もうほんとね、まあ、モデルナだったのね。私、ファイザー、モデルナだったんだけど、3回目が一番辛かった。1回目も2回目も副反応あって熱が出たんだけど、今回の3回目が一番辛かった。何が辛かったかっていうと、体が動かない。もう、何ですか？手上げたりする、こう、寝返りとかそんな打てるような感じじゃないんですよ。全てが痛いっていうような感じで、ね、まあ、個人差ありますから、モデルナ打つ人がみんなそういうわけではないと思うんだけど、私の場合はそうで、で熱もあったし、それからですね、頭痛もあったんですよね。うん、だから今日ね、打ってから今日21日だから3日目なんですけど、今日やっとなんか通常の生活に戻れたっていう感じで、汚い話ですけれども、久しぶりにお風呂入りましたよ。もうお風呂入れない、手もほらもちろん上がらないでしょ、シャンプーできないでしょ、うん、それもあるから、ちょっと本当に汚い下品な話でございますけれども、入れませんでした。今やっと入りましてですね、綺麗にさっぱりなったところでございます。はい、前の動画では精神疾患の話とかちょっとさせてもらったから、もう私も隠すことないし、皆さんも知っててくれてるから、言いますと、精神的にももうズグーンと落ちてた時なんですよね。ここしばらく3月入ってからかな。うん、でね、もちろん毎日涙が出るんですよ。夜寝てる時にヒーリングをね、視聴者さんにいいよってね、心を落ち着かせるとか自律神経を整えるとか、そういうね、 YouTube のヒーリングがいいよっていう風に聞いたので、それをね、聞きながら布団に入ってるんですけど、もう次から次へと涙が流れる。もうね、私なんでこうこんなんだろうみたいなさ、なんで生きてるんだろう、何してるんだろうって、ね、私生活も普通にバリバリ頑張れて、楽しいこともやったりとか、買い物行けたりとか、ちょっとお茶したりとかさ、ランチ行ったりとかさ、そういうこともできなくて、ただもう本当に家で過ごす毎日で、もう最小限の家事しかしてなくて、できなくて、そういう自分を責めるんですよね。うん。だから、何してるんやろ私、みたいなさ。もう、なんか、自分の存在がなんかね、疎ましく、疎ましっていうの？うやましくっていうの？なんか、
自分の存在が嫌になってくるっていうか、そんな感じを過ごしておりました。うん、で、あのお香ね、お香私好きなので、お香をね、あの炊いてヒーリング聞きながら、まあ涙は流してますけど、もうね、だいたいヒーリングって YouTube で聞いてると1時間とかあるんですよね、あの音楽の時間が。だから1時間ぐらいで寝れるかなみたいな、あの眠剤も飲んでるし、だけど寝れないのよ。うん、そういうね、あの日々を送っておりました。でも、あのやっぱりね、体がね、体と心はやっぱほらつながってるじゃないですか。でほら、やっぱり吐き気とか、そのそういったね、あの頭痛とか、そういう辛さが、胃の痛みとか、そういう風なのが収まってきた、今日の午前中あたりからやっと、あの普通にこうカメラを回そう、みんなに発信しようという、あの元気が出たっていうかね、そういう感じでございます。あの皆さんもね、こんな感じだと思うんですよ、こういう波。うん、いい時もあれば悪い時もある。もうそれもね、良かったり下がったりじゃなくて、下がってずっと下がってヒュッと上がって、でまたストーンと下がったりっていう、そういうね、ことを、繰り返したりとかなって、辛い思いされてる方もきっとね、結構な確率でいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、私はね、まあ独自でですけど、自律神経を整えるような何かをちょっとね、あのやっていこうかなと思ってさ、お薬飲んでるよ、あの心療内科のお薬飲んでるけど、それだけじゃやっぱり、あの足りないのかなっていうふうに思うから、まあ外に出て歩いたりとかすればいいんだけど、そういうちょっと気力っていうのもないのよね。何にもやりたくないっていうか、億劫っていうか。だからちょっとできること、うん、だからちょっと何、私であれば、あのぬいぐるみに声かけて喋ってみたりとかさ、お花に喋ってみたりとかさ、ちょっとだけ外行ってぼーっと田んぼ見てたり、電車見てたりとかさ、そういう風な、あのちょっとこう、なんだろうな、精神的なこの、あのこう老廃物みたいなのをこうさーみたいな流せるように、ちょっとね、努力しています、現在。うん、で、あのヒーリングはね、本当にいいですよ。あのいろいろなヒーリングあるから、 YouTube 検索していただくといいんですけど、あの頭痛に効くとかね、腹痛に効くとかね、イライラに効くとか、うん、あるから、あの私もその時に合わせて自分の気持ちの気分で、あ、今日これ、今日これ、今日これみたいな感じでやってたんだけど、うん、あのやっぱり自律神経を整える音楽が私は一番合ってるかなみたいな感じで思いました。で、なんだろうな、やっぱ更年期独特のイライラ感っていうの、何でもかんでもがイライラする、自分にももちろんイライラするし、家族にもイライラするしね、なんか世の中のことにもイライラするしみたいな、もうどうしようもない状態でさ、うん、その中、やっとこう少しこう今ちょっと上向きに上がってきてるかなみたいな感じなので、またね、あの動画ちょっと再開できそうなので、さ、うん、久しぶりに皆さんにお会いしたいと思って、動画を撮りましたという、動画でございます。で、モデルナアームっていうのですね、これね、ちょっとグロいからちょっと見せれないんだけど、すごくなってんですよ。私ね、今久しぶりにお風呂入ったでしょ、で久しぶりに自分の手見たのよ。そうしたらさ、この打ったところの10センチぐらいの範囲かな、ポコって、もうお団子っていうのかな、もうしっこりみたいな、硬くてでね、なんかコリコリしてさ、赤いのよ、表面が赤くてザラザラしてて、で表面が痒いの、痛がゆい、触ると痛いんだけど、こうしてると痒いみたいな、そういうなんかね、モデルナ独特のやつっていうの、わかんないけど、ファイザーの時はこんなことならなかったから、うん、そういう風なのもあってさ、急いでモデルナ打ったけど、ファイザー出てくるまで待てばよかったかしらとかさ、ちょっと思っちゃったりもしてさ、まあ皆さんもね、今後、まあ、3回目受けられた方もいらっしゃると思うし、これからっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ね、もう本当にどうなるかわからないことですから、自分で決めることなのでね、しっかりこう見極めて自分で判断して、もうね、副反応で大変なことになることもありますから、はい、自分でしっかり考えて
ね、どうするか決めていただきたいなと思いました。私はまあね、ね、長男がね、医療職っていう風なのもあるので、私がこうね、感染してしまうとね、ちょっと息子に迷惑かけたりとか、他のね、ほら家族も仕事行ってるからやっぱり迷惑かけるのが嫌なので、うちの母も高齢だしっていうことで私は受けておりますので、皆さん私は絶対受けないっていう方はもうそれでいいと思うし、受けたいんだ、受けたいんだって、もう私も受けなきゃいけないんだとかね、そういうふうに思う方も時間が来たらっていうか、接種券が来て予約が取れたら、行っていただきたいかなっていうふうに思います。まあ、ご自身でね決めていただきたいと思います。あと最後なんですけれども、この間の地震ですね、宮城県福島県、どうでしたでしょうか。視聴者様から写真がね送っていただきまして、もう道がねもう割れてるような写真をねちょっと見て衝撃をが来たんですけど、福井は皆さん心配してね、連絡くださったんですが、揺れがなかったんですよね。全くだと思う。多分私ちょっと眠剤飲んでるから、ね、ちょっと私定かじゃないんだけど、なかったので、被害はなかったんですけどね、私のこのね見てくれる視聴者さんの中で、タンスが倒れたんだ、誰かが怪我したんだ、窓ガラス割れたんだとかさ、停電になったんだとか、断水になったんだとかね、そういう風な方ね、いらっしゃったら、ね、一刻も早くね復旧をしてね、元のね生活に戻れるといいなと願いたいと思います。特に宮城福島、他のところもね、他の県もすごい、東京ですら停電になったっていうぐらいだからひどかったみたいですけれども、地震はねもう自然災害は怖いですから、もう人間は無力なので、そういったところをね、気をつけてもやっぱり起こるものは起こるんでね、もう本当に非常用のものとか、あと SNS ですね、今 SNS よく出てるじゃないですか。 SNS ニュースなんかはね、本当によくこう逐一確認をしていた方がいいのではないかなっていうふうに思います。うちの隣、お隣さんの石川県の能登の方も今地震が多くて、何ですか、ちょっとね結構な比率でこう地震が起こってるので、そっちの方もちょっと心配ですし、はい、最新のニュースをゲットして皆さん備えていただきたいと思います。ということで、久しぶりのルイの夜更かし日記でございました。それでは皆さん、またね。高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバイ、おやすみ。